飯田忠彦は、幕末の徳山藩出身の国学者、歴史家。意味側はじめ常の後に、餅、直、忠彦と改名し、出家して、木僧と名乗る。通称は、洋人、胸部、左馬。字は国に。号は観山、ヤ子、恵比ビスハマズ僧。法名は、忍ぶ院、木僧林玄子寺。大日本ヤ子の著者として知られる。父は、 徳山藩士、生田十郎賢門。母は、大家坊の娘。父の賢門ははじめ、里見の姓を名乗っていたが、後に、生田家の養子となった。賢門には三男和ずがあり、忠彦はその次男として生まれる。忠彦は、幼少より、歴史に関心があり、2から3歳の頃は、乳母が、菅原道真の像を見せると泣きやみ、 5から六歳の頃には自ら、道真の絵を描いていたという。八歳で、武漢、十二歳で、大日本史を愛読する。特に後者に感動した忠彦は、その記述が、五小松天皇の時代で途絶していることを嘆き、続編の執筆を志すようになる。十三歳で藩校に入り、翌年には、同じ徳山藩士の松尾常貞の養子となり、 松尾常ねと名乗って、江戸に留学し、兵学などを治める。だが、藩主、もう年広に近似していた、文政元年、女性問題を咎められたことから出本してそのまま、京都に登る。後に、河内国屋尾の郷子、飯田健介忠直,直の婿養子となり、飯田金目も知事かと解明した。だが、ここでも、養父との折り合いが悪く、文政六年には、 妻紀穂ほとりえ家を出本。飯田の姓を残しなお忠彦と改め、江戸に留学しかねてからの念願である、大日本史の続編編纂のための資料を集めに、奔走した。天保5年11月27日、有栖川の宮の家来であった、大田佐兵という人物の紹介によって、忠彦は同家に取り立てられ、当主の商比都市新能より無人所の家来を意味する。 家来無籍というポストを与えられた。これは、三宅家臣の肩書きを与えることで、忠彦が資料収集で各地の自社休暇等を訪ねる際に、便宜を図るためであったと伝えられる。その後、忠彦は活動の拠点を、消費都市新郎の三男、高渉入道新郎が門司を務める江戸の歓迎時に移し、ほぼ独力で続編執筆に励む。途中、走行。 寛永寺の僧に壊れて、同時で、活版印刷に付した者が、正人都市を通じて、仁工天皇に献じられている。か永元年、有栖川の宮初代部、豊島重文の誘いによって記落した忠彦は、正人都市の生死、高人親王の家来として三宅に復帰した。この頃までに、第二本屋市の編纂を終え、か永四年に、 全291巻の聖書が完成。同年5月29日、豊島重文と共に、信仰のあった人々を招待して、矢志共演と題した縁の席、今日でいうところの出版記念パーティーのようなものを、催し、出席者は、各々、第二本矢志の登場人物を選び、その人物を題材にした和歌や漢詩を読んだ。A 社の中には、六人武世子、大に高政、 寺門政権、鈴鹿蓮種などの著名な人物も名を連ねている。この時読まれた鹿は、同年に、野子共演鹿として、編纂出版され、国立国会図書館等に現存している。安政5年、日米修好通商条約の直居を、江戸幕府が要請した際に、高人新郎の長男、太宰卒、樽人新郎は、 諸外国は非に貿易を求めて、陰に邪教を不協選としているという意見書を朝廷に出した。この意見書は、幕府の注目するところとなり、寄礎に関わったとされる忠彦と、豊島康森は、同年12月6日に、京都町奉行より出頭を求められ、そのまま公禁される。いわゆる安政の大国に連座した形である。 安森は10ヶ月ほど待ち奉行所に拘禁された後に、方面となったが、忠彦は、さらなる陰味のため江戸に送られる。この時忠彦は、吉田松陰のごとき軽視を覚悟したが、忠彦自身が、具体的な政治活動を行っていなかったことや、アリス川の宮から抗議がなされたことなどから、京都に戻された上で押し込め100日の刑を受けるだけとなった。安政7年2月6日、 刑期が満了した忠彦は、晴天白日の身となったが、翌月には隠居の上出家し、キー軍深草村の常連会にて、隠遁生活を送り始めた。だが、隠居と愛前後して、桜田門外の変が起こると、忠彦は、同年5月14日、事件への関与の疑いで、突如、伏見奉行に捕らえられる。前回の釈放からわずか3ヶ月しか経っていなかった。 忠彦は、この件には、全くの無関係であり、奉行所の取り調べにも毅然として受け答えていたが、なおも奉行所は忠彦を、お披露う中の者として、付近の宿へ遊兵していた。忠彦は、冤罪で捕らえられた上このような処遇を受けたことに、憤激し、5月22日に所持していた脇差しで喉を、突き違を図る。5日後、忠彦は、手当ての甲斐なく死亡した。 去年62。著書には、第二本屋氏の他に、門跡殿、四合校、諸家系図などがある。忠彦は、明治2年、幕末の殉難者として、京都霊山五国神社に合祀されたほか、明治21年には、靖国神社にも合祀され、明治24年24位を追蔵された。上田正明、津田秀夫、長原慶二、藤井一、藤原明、 コンサイス日本人名辞典第5版、株式会社賛成堂2009年76ページ。田尻左辺、増意所見伝造保番上特使増意年表 P6。ありがとうございます。